よみがえらせ、もう一つの翼を。Welcome back to Final Fantasy VI。 あなたのお友達も大したやつだ。世界がひっくり返っちまったのよ、ビクトの父親。ダイレルの墓ってところに到着したんだよ。で、これ、摂津の夢があるという話だ。なんて墓だから、いろいろ出るかもしれないんで、気をつけな。墓ってことは、なんかゾンビ系が出るんじゃないか。ってこかもしれないと。願って、フレームだ。で、これで OK だ。ダークローン、外しとくか、ちょっと。俺は変えたときにしよう。よし。この選択が、もうなんかすごいかっこいいね。この選択が、まああれだな。成功だと思ってる。広そうだね。ビリビリビリ。アンテンさん。はい、どうだ。あ、待てだ。しまった。なんだ、ウィークなってるから違った。おー、やべ。やばいやばい。ちょっと、せい。こいつらやべえな。あ、ちょっと待って、やめて、ちょっと。何がどうなる、どこに分からんと。うん、それはいいんだけどさ。で、これやばいね。あ、ゾンビ系のあれか。なんか、やった方がいいかもしんねえな。なんつうの、対策。待つ待つやった。あー、やってもだ。よしよしよし。おい、もう。あれなんかちょっと、いつもあれ使ってるから。オートロなんつらかんたら使ってるから。それ、やめて。それが一番上に来るようにしてほしかったんだ。なぜこうなるんだっけ。あ、そう、敵自体は強くない。おーおーおー、やるね。なんでこれが一緒なんだ。あれ、なんで復活した。やばもう。これで、倒せ。よしよしよし。今日手こずったな。あー、なるほどね。これなんかさ、ゾンビ系なんかないか。ゾンビ。あ、リボンがあったな。あ、あるじゃん、ここにも。あ、アミレットね。つけとくか。ダメだ、つけとこうじゃん。しょうがねえ。アミレット。セリスはいいや。セリスちょっと攻撃、あれしたいから、ちょっと。アミレット。はいはい。アイスブランドじゃない。アイスブランドでもいいけど。マリオンつけてくれ。で、あれ、マス、あ。なるほどね。なるほど。そういうことですか。わかりました。巨人なんかでちょっともったいないけどな。まあ、またあんな敵が出るかと考えたら、まあ、これとりあえずけどこう。改造。で、セリスは攻撃。頑張れ。何かこう。もう機材ですか。なんだ。言葉？ノバラ。やったことない。クリスタルメール、クリスタル装備が地味に頭きてるね。これが、いや多分これ最強装備じゃないの。まあいいや、わかんないけど。おお、なんかいいな。しかさんがい、次は何だい。モルボルだって。それはまずい。ちょっとモルボラやばい。こいつはもうそこでぶっ倒さない。絶対モルボラやばいって。はい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 。おお、あれそんな強くなかったな。ファイナルファンタジーでモルボルって言ったらもう遭遇したくないもん。ナンバーワンだな。プリンセスドレス。お前か。なわけない。プリンス。ああ、またあれだな。どこだ。鎧。鎧系のところか。あ、レルムか。ここにレルムがいるとか。そんなわけねえよな。何これ、カメちゃん。なんだこれ。どういうこと。動かないね。どういうことだろう。なんかあんのかな、仕掛けがあんのよ、きっと。エナジーでも。あー、やべえ、フライトができた。サイドアタック。まあ、とりあえず機械で。ウィークメーカーちょっといらなくねえか。ちょっとあれ、ややこしいんだが。ちょっとあれのせいでね、このね、機械連打であれができるから、ちょっと機械連打オートボーができるから。その楽なあれができるのが結構きついな。はい、倒そう倒そう。はい、ボン。バイバイ。サイダーアタックのおかげだな。さっき全然ラケンだったけどな。よくわからん。とりあえずは上の方行ってみよう。まあ、もう一個の道行ってみて。何変わるんじゃないのかい。よし。さあ、始めようか。何が分かってんだよ、ここは。あ、怒ってるー。おー、はいはい。これ何、謎な感じで。あ、これであれじゃん。いけるな、立ち先のとこ。
下行ってみようぜ。まあとりあえずまあこっちはまた別のものがあるかもしれないからね。そんなに、お、源氏の兜じゃん。お、すげえじゃん。源氏の兜って。源氏か。どうすっかな。あ、セリスがいいな。なんかあったらできないな。クリスライム、ロイヤルクラン。じゃあクリス、どうしよう。しょうがない。まあ宿がクリスラっぽいから。まあセリスは源氏だもんね。セリスはまあ、まあクリス、まあちょっとクリスタルって言うけど、絶対源氏強いでしょ。源氏はかなり強いと思うんだから。もう個人。個人。まあちょっと待って、どんぐらい上がった？ちょっとそれを見てみよう。これで、あ、ティアラ。何これ、いつも巻いてないと思うな。源氏の兜。まあそこそこ上がるね。とりあえずこれでいいだろ。で、これでさっきこれ、これでいい感じに浮上してるから、これ、変わってなくね？変わってないよね。え、どういうこと？さっぱり上がる。あそこ、どうやったらいけんだろう、あの左のとこ。ここは？そういや、真ん中行ったっけ？行ってみるか。おう！これ？こういうこと？俺ずっと寒かったんだけどさ、あ、すごい、ここ扉あったなと。あ！これ何？あー、はい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 。なるほど、そういうことか。こっちは。その前こっちだ。お宝。あ、何これ？何これ？はい。カニ。スラ。カニスラ。とも。カニスラとも。予約。なんだこれ、組み合わせる感じか？カニスラとも言うや。カニスラとも言うや。カニスラとも。よくわかんねえな。謎めいてるな。とりあえず、こっちは一体何があるんだい？お宝かな？何があるんだな。わからないんだな。あれ、セーブポイントがもうさせて。よーし、これはお宝？モンスターの体！やべ、セーブしてやがった。何？なんだこいつ？いや、これもしかしてやばくね？プレゼント。何これ？これ盗むやったのがあったんじゃね？いや、もしやっちまった結果これ。くれくれ、よこせ。ちょっと待って、ライブラが、ライブラかなんかない。石化の邪気。あ、それはまずい。ちょっとね、俺ね。結局外したんだよね、あの、なんだっけ、アメレットだっけ。ちょっとね、もうちょっとめんどくさかったから、もう一気に外してしまったんですね。はい。はいはい。今のくせには、あ、ちょうどいいね。え、これ倒したらもらえんのかな？てか、こいつあれなに、ユニエルだっけ？ユニエルか。そっくりだ。え、しかもその強くないから、強くねってことはなんかあれだな。なんかあれさ、これ盗むの方がよかったんじゃね？盗むでやったらなんか。なになにや。嘘。やめて、そうすんの。100万ボルト。おぉ、やべ。とりあえずケアルラ。頼みます。あー、まあいけそうだね。結構やらかしてるけど。懐かしいね、この感じを。え、これくれんのかな、これ。またしくじった結果、これは。結構しくじってるからな。はい。とりあえず倒そう。このまま倒そう。はい、ドイル。ドイルのちょっとあの宝箱の穴開けてさ。で、それまで考えとこう。はい、ボンボン。多いね。めちゃ食らっとるやん。これでこう。セッツァーのさ、ドイルランじゃないか。ドリルみたいに。あ、イズエグルダーツだっけ。あれさ、敵を倒してくんねえんだよな。その、なんかバッテンがなんかバーンって出て、敵をなんか消えてしまうんだけれども、また復活すんだよ。謎。お宝はサンダラ、ファイラ、ファイラ、ドラゴンクロー。おー、いいじゃない。いいね。あ、一応くれるんだ。ドラゴンクロー。うぅえへへ。上がりすぎじゃね？やばい、これやばくねえか。セーブしとこう。え、こっち制御ルートかな？なんかあっちのお墓のとこ怪しいな。マンイーター。これマンイーターってあるじゃない？これ、あれかな？ナイフ。ロックあたりかな？こっち、制御ルートっぽいんだけど。ちょっと一旦さ、戻っていい？なんか怪しい気がする、最近。刻み込む。あ、これあれか。カニ。トモ。あー、わかった！わかった。そういうことか。あ、わかった。トモ。ヨ。ヤ。スラ。カニ。うん。トモ。ヤスラカニ。地下3階の奥の部屋にグロエクを隠す。地下3階。なんか押してくるの？地下3階。地
地下3階ってどこ？ここ？なんかどっかあんのかな？まあ、とりあえず、まあ、探す。ここ怪しいな。怪しすぎるな。地下3階の奥ね。3階。ちょっと早くここを見たい。地下2階。ここにあるんじゃないかな。どっかない？こっちか。奥のやつだよね。あ、でもここ入れないのか。これは？あ、入れなくなった。え、ってことはもしかしてもう、もう取れない。取れないとか。ここ、お、なんかある。おー、はいはい。あ、これか。何黒マイクって。これあれか、アクセサリー。ちょっと、どこにあるかな。あったあったあった。あー、2倍か。経験値2倍ね。結構美味しいな。これ育てるときに、レベル上げするときかなりいいよ。まあでも今は使う。あ、でも結構あってこれはよかったな。これどうやって戻ったよーし、始めようかい。ダイル、ここに眠る。トムヤスラか。はてなよな。え？何？何事だ？うわ、なんか強そうなやつが来たな。ホーリー？いや、これね。お、危ない危ない。これ全滅させる。スロットスロット。一人スロット。ダメ。ミシリアサギ。一回、ドリル。よくわかんないんだな。怖いです。この辺使った方がいいかな。あー。とりあえずマイケだな。とりあえず、ギャルラだな。はい、ボー。サウンドリブ。結構こいつもごついな。なんかバレッサーを思い出す見た目だな。ドイル。あ、強え。ホーリーだって？何？なんだと？おー、やべやべ。ダメだ。マーケ使った。とりあえずマーケだな。これはまずい。意外と強い。やってくれるじゃないか。そろっと、そろっと、セラッキーセブン、来い。ダイヤ、おお、ダイヤ、ダイヤってなんだ。あれ？しまった、あ、なるほどね。遅かったか。これ何？ 1056。謎やな。とりあえず、この時だな。ちょっと回復、せいせいからな、この時は。じゃああなた、あなた、センサーさん、回復お願いします。いいね。おい！マジか、遅すぎたか。やってくれんね。で、これで、全体がけて。頼むぜ。強大の力を見せてくれ。よし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 、いい感じ。ノーザンクラス？なーぜー！そっちに行く。これでなるかい？なに？これで？これは、S なんか、なんだこれ？ちょっと待って、これ何？氷漬け？これで、エサラ頼む。エサラ！とりあえずエサラ。いいじゃねー。あれだな。あ、やべやべやべ。あれ、抵抗？ちょ、ウェイトになってないよな。気のせいか。あとで見てみるか。敵はなんか攻撃してこないと思ったら、まあいい、まあいいわ。攻撃してこないと攻撃してたら別にいいけど。よし、これで、あ、ちょっと冷静にいたから、まあいいや。まあいいわ。リザーがこれ強えな、ケルこいつ。やってくれるじゃないか。ちょっと倒そうぜ。はい、ボン。お、いいね。いいよ。俺たち命だけだけどやられそう。そんなこんなでやばいけどが動かないよ。これからどんどんやばいことになってる。これはマシだ。やられてもうたい。ちょっと待ってくれ。これはちょっとマジやばい。よしよしよし、レイズ。とりあえずレイズ。マッシュは、主力だからな。でも、せいぜいこれ。戦いからちょっとまずいな、これは。ちょっともうね、もう一気に攻めたい、絶対。一気に攻めたい。一気に行け。よし。これが、よかった。俺たち、勝ちです。お、トベラマンザ。もうボス戦ないべ。いける？お、いろいろと思い出すぜ。くだい、お、階層かなこれ。今度のテスト飛行は危険かもしれない。ここは見やすいね。船の限界まで来ちゃったんで、無茶だ。この音楽、5っぽいな。
足元に気をつけな。なんか安心するような AF っぽい音楽が流れると、ああ AF だなって感じる。私ね、もしものことがあったらファルコンよろしく。ファルコン、バカ言え。ファルコンいただくのはスペアリーお前に勝った時だ。ブラックジャックお前、それまでは俺も心が苦さね。好きにしな。この人女の人か、どういう関係だ。恋人だったのもしかして。おお、これで競争してるみたいな。でも誰の墓ってことはなんかあったのかな。やっぱそこで待ってるじゃん。やっぱりそら最高だな。そらいいよね。いつまでだな、後ろに詳しく出せる前に出るみたいな。それとも私の推しがその魅力的なのかしら。いいよね。ああねやろう。すごいね、大丈夫かなこれ。激突みたいな。さすがだな。これから本番よ。記録を塗り替えるわ。雲の消え世界で一番近く、星空見ろんだな。かっこいいね。日没までに帰れ。いつもの丘へ落ち合おう。いつもの丘ってのはあそこのことなのかな。おー、いいね、この景色。ここサムネにしたいな。来ないね。遠くの土地で壊れたハルコンを見つけたのそれが一年後だった。なるほどね。ホラーハルコン整備士大地の下に眠らせた。これがハルコン。羽を失っちゃう世界初のトンネルだから、また夢を出してもらうぜ。鳥肌がやばいんだが、ファルコンよ。やばいやばいぞこれは。なんかすごい今ゾワゾワゾワってきてるぞ。すげえすげえな、マジすげえよ。なんか言葉が出てこないよな。今度は俺たちだよ。瓦礫の塔の結果とは。このファルコン号で城の堂々の頂点まで策略一つだと取り込む。マジで。ああ、そして俺たちの仲間探そう。そう、俺たちはまだ夢か。いや、夢は作りません。名言来たチャラ男のくせに。やどうした、あの鳥や、もしや。おお、あのあいつかロックのバンダのせいか。せつは、お手どうした。わかんない。昨日の鳥の行き先に仲間を持っているので、行ってみるかい。これもかなりの名曲だよな。あれ勝手に動いてる。勝手に動いてるぞ。お、動かせる動かせる。やべえやべえ。おー、音楽が。まだまだ、ちょっと待って。おい、ちょっと待って、どうする、ちょっと待って。もう多分、結構いい時間帯だからな。あー、やべ、ちょっと次回、世界た、てかまあ、まずこの村、じゃあこの下にある村からちょっと探索しようぜ。すげえ、なんだこれ。おー、わけわかんねえ。おー、すげえ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 、もう、ちょっと待って、やべえな、これ。もうテンション上がってた。でも、このまま続けたいところだから、ちょっとあると、一回ちょっと休憩しないといけないから。やべえよ、ちょっとさすがだな。誰もいないんだけど。誰もいないってことは、どういうことか。ここか？誰もいない。アドレス探そう、アドレス探すよ。やっべえな。おお、ここはすごいイベントだな。かなりの名人だよ。おい、おいろ。おお、変わってる。やっぱりフィールドの音楽いいね、いいね。やばいね、これは。これ素晴らしいな。もうちょっと俺の語彙が全然足んねえから、なんか本当にね、もうそのね、素晴らしさね、なんかバラのように宇宙に広がる、なんか壮大ななんか歌が聞こえるとか、そんな表現できないから俺は何も言えないから、まあ、とりあえずじゃあ、一旦切るします。で、何が待っているのかはファインターって、セクソーチーズ。